はい、皆さんこんにちは、コリーナの川です。今日は、YouTube の素材紹介シリーズでコリーナとカプリツカで今季オリジナルで作っているリネンヘビージャージーっていう素材について説明させていただきたいと思います。ヘビージャージーって言ってるのは編み方の名前じゃなくて、まあ、ウエイトがしっかりついたジャージ素材ですっていう意味でこの名前にしてますが、組織としてはインレイっていう組織になって、まあ、簡単に裏系に近い組織なんですけど、インレイ組織を裏使いして、編み立ててます。なので非常にその膨らみ感とかこの目付けがつきやすい編み方なんですけど、まあ、裏系のループを編んでないっていう感じイメージですね。それを裏使いしてるんで、横にこう編んだ糸を走ったように見えるんですね。リネンのこのムラ感を生かして、まあ、それを使って、まあ、素材感がですね、まあ、ブロックインレイって言い方をするのが正しいんですけど、まあ、コンクリートブロックみたいなザラザラとしたボコボコとした質感を表しています。なんです、非常にただでさえもその素材感のある朝の、繊維をさらにこう編み方で味のある雰囲気に編み立ててます。で、まあ、透けないし、ウエイトがあって落ち感があるんで、かなりシルエットを大きいサイズでお作りしてるんですけど、まあ、分量はあるけど、こう、ストンと落ちてくれるんで、かなりこう、素材感を楽しめる素材になってるかなと思います。リネンもね、先日紹介したウールと同様に、まあ、夏にすごい、夏に特化してるって言っても過言ではない素材で、どういう機能があるかっていうと、熱伝導率が、ウールはまあ、天然繊維だから一番、熱伝導率が低いって言われてるんですけど、これは逆で、リネンに関しては熱伝導率が高い繊維です。なんで肌に触れた時に、まあ肌の体温を取って発散してくれるんで、着た時にすごくひんやりするのがあります。ひんやりすることで暑い時着ても、非常にこう、ヒヤッとしたひんやり感を感じられて、さらにまあ吸水性、速乾性すごい優れてるんで、汗をかいても、まあ、すぐ吸って出してくれるっていうのがあるのと、まあ、リネン自体が天然のこう免疫機能を持ってるんで、これも雑菌が繁殖しにくいです。なんで汗に、まあ、早く乾くとプラス雑菌が繁殖しにくいっていう理由で汗かいても匂わないし、すぐ乾くっていうのが、まあ、リネンの特徴です。あとはやっぱり洗濯を繰り返していくとどんどんこう、着慣れだもの白っぽくなったりとか、これも汚れがつきにくいとか、ウールに似た特徴があるんですけど、まあ、最大の違いは素材感。このナチュラルのムラ感だとか、あとは熱伝導率の高さっていうのがウールとは全然違うところです。で、まあ、この素材使って、今シーズンは、まあ、オーバーサイズのこのアシンメトリーの T シャツとタンクトップを二方展開してます。あと、まあ、コリーナの方でスキッパーポロもやってるんで、そちらももうすでに全部ウェブショップにアップしてますんで、インスタグラム等もチェックしてみてください。今日はここまでになります。ありがとうございました。コリーナの岡田です。